みたい。ここはどこ？どうやらヨルムンガンドに飲み込まれたようだ。もしかして私たち死んじゃったの？バカなこと言わないでください。生きてますよ。本当に？確かめなきゃ。だいだ、あなたまた私をつねりましたね。お返しです。どこをつねる気なの？もうその辺にしたまえ。計画通りにとはいかなかった。とにかく私たちは中へ侵入することに成功した。あいにく全ての通信は遮断されている。それじゃあこれからどうすれば？しっ、何か音がする。また何か怪物が登場するの？気持ち悪い。とりあえずこれを倒してみようか。こっちに来てください。何かありますよ。これってファルサリアの絵？ひどい出来ね。でもこの絵のタッチどっかで見た記憶が。これはファルサリアが描いたものだ。じゃあこれはファルサリアが残したメッセージなの？これらの残骸はさっき攻撃してきた奴らだろう。だからあんなに弱かったんですね。もうここで毒に侵されてたから。この絵の矢印はファルサリアがすでに相当深いところまで到達していることを示している。さらにこうして絵を残す余裕があるということは、まだそれほど危険な状況には遭遇していないようだ。じゃあ早くファルサリアを見つけましょう。ずっと蛇のお腹の中にいるなんて嫌。そうですね、出発しましょう。もしかしてファルサリアはここで何か困った状況にでもなったんでしょうか？そんなことないわよね。私もそう思いますが。そこら中に散らばってる金属片はファルサリアが描いた絵と全く同じだ。多分ファルサリアがこいつらをすでにやっつけちまったんだろう。私たちがここまで攻撃を受けなかったのはファルサリアのおかげってわけですね。だな。あいつを早く見つけてやらないと。行こうぜ。ファルサリアがこの先で待ってる。まだ逃げ延びた奴がいたようだな。ちょうどいい。こいつで少し鍛えさせてもらおう。ここの連中はかなり厄介だな。ファルサリア一人でどうやって片付けたんだ？そう、ひょっとしてファルサリアもこの雲たちには相当手こずったんじゃ。いや、どうだろう。ファルサリアの性格からして、自分の失敗をわざわざ絵に残して我々に笑われるようなことはしないと思うが。でもこうして描いてますけど。それはそうだが、しかしやはりこれらの絵は絶対にファルサリアが残したものではない。彼女の性格に合わない。そんなわけないでしょ。ファルサリア以外こんな場所でわざわざ私たちにメッセージを残す人がいるなんて思えませんよ。その点については私にもわからない。とにかく先へ進んでみよう。見てください、ここにも絵があります。え、これ俺たちじゃないのか？きっとファルサリアが私たちが助けに来ることを見越して書き残してくれたのね。私言いましたよね、絶対ファルサリアが書いたものだって。そうとは言い切れない。これだけではまだ証明するには足りない。もう頑固ですね。ファルサリアに会えば分かりますって。ま、それはそれとして、見てください、この絵に描かれている線は一体何を意味してるんでしょうか？線？さっきの絵に線なんてあった？ありますよ、ここに。気をつけろ。みんな大丈夫か？私は大丈夫だが、体が少し変な。体のことは後で考えましょう。さっきのやつが来ますよ。戦闘とはこんなに恐ろしいものだったのか、初めて感じた。わっはっは、傭兵さん
いつからそんなヘタレになったんですか。私はまだ満足してないですよ。まさかまだ戦うつもりなのか。なんかこの二人おかしくない。まるで性格が入れ替わったみたいだ。そう、もしかしたらさっきの怪物が放ったビームのせいで性格に変化が生じたのかもしれないわ。どうかな。ところで歌姫、いつからそんな分析が得意になったんだい。人間は成長するものよ。それに私は考えることが好きだから。しかしたった一戦でこれほど成長するかな。いくらなんでも早すぎる。まあそれはともかく、私たちは早くここから出た方がいい。近くにまだあのモンスターがいるかもしれない。ここは一体どこなんだ。恐ろしい。そんなビビんないでくださいよ。私がついてますから。何が来ようと全部ぶっ飛ばしてやります。そう言ってくれるのは心強いけど、やっぱり気をつけて。ここの地形は他より複雑だし、もしかしたらさっきみたいな怪物がすぐ近くに潜んでいるかもしれないわ。そんな嘘だろ。俺はもうあんな恐ろしい怪物とは戦いたくない。歌姫の取り越し苦労だろう。あんな強力な怪物がそうどこにでもいるわけがない。なあ、そのセリフは禁句よ。何を恐れているんだい。海底の町にいた時もあれほど強い怪物にはそう何度も出くわしていない、うん、ここでまたあんな怪物に出会うなんてことはまずありえないね。フゴ、お願いだから黙ってくれない。大丈夫大丈夫。本当に出たったと。まだ何か言いたいの。すまない、私が悪かった。これからはもう適当な発言は控える。歌姫が符号を叱るなんてなんか新鮮だな。ところで今の符号さんってなんか私と似てるような。符号が盗賊に似てる。お前はむしろ俺に似てきたと思うな。バカ言わないでください。私があなたのような臆病者なわけが。私って本当にこんな性格でしたか。ここは一体どこなんだ。もう私を出してよ。ファルサリアの声だ。よかった、やっと見つけたぞ。もう一度だけ言うよ。私を出して。出ないとこの蛇を全部ぶち壊しちゃうから。これファルサリアの映像。彼女は誰と話しているんだ。静かに。暴力では何も解決できません。何度言われようとあなたをここから出すつもりはありません。物分かりの悪い子ね。あなたはまだ理解できていません。あなたの中に秘められた秘密を、あなたをこの場所に保護することがあなたにとってもこの世界にとっても最善の選択です。やれやれ、めんどくさい。やりたくはありませんでしたが、あなたがそんなに強情を張るならこちらも強引な手段を用いるしかないようです。いけない、みんな逃げて。これは罠よ。うわ、危なかったわ。もう少しで転ぶとこだった。あれ、私どうして海底の町にいるの。うわ、しかも周りは怪物だらけじゃない。え、よく見るとこの怪物たちまるで人間みたいに。もしかして怪物の正体って本当に海底の町の住人だったの。ううん、そんな考えあまりにも馬鹿げてるわよね。でも傭兵はこう言ってたわ。海底の町で人間の骨は一片も見つからなかった。ここには海水を防ぐバリアがあるから
骨が魚に食べられるわけはないし。あ、そもそもどんな災害で町が海底に沈んだのかしら。うわ、あなたたちこっちに来ないで。疲れた。とにかくあいつらから逃げ切ったわ。この付近の怪物どもはほぼ一掃した。そろそろ我々も報告に戻るか。ああ、今回の任務は大成功だ。ファンアッシュ様もきっと我々を褒めてくださるだろう。さあ、早く戻ろう。もうこんな場所にいたくない。見たところ、あの帝国兵たちはもう帰るとこみたい。あいつらについていけば、きっと地上へ戻る方法が見つかるはずね。みんなはまだ海底に取り残されたままなのかしら。でも今はとにかくあの帝国兵たちについていくことね。あ、あ、逃げていったみたい。時間をあまりロスしなくて済んだわ。すぐに帝国兵を追いかけなきゃ。うわっ、さっき帝国兵にやられてた怪物だわ。もう息がない。なんだかこの怪物たちもかわいそうね。ただここで暮らしてただけなのに、突如としてやってきた侵入者たちに殺されてしまって、なぜか心から彼らのためにレクイエムを歌ってあげたいという衝動に駆られるわ。でもそんな時間はないの。帝国兵は帰っちゃうから。でももし本当の私だったら、こんな時どうするだろうな。ダメ、このまま行ってしまったら死んだ怪物たちがかわいそうすぎる。帝国兵たちを見失っても構わないわ。私は彼らのためにレクイエムを歌ってあげなきゃ。あら、これはもしかして出口かしら。まあとにかく歌ってからにしましょう。帰ってきました。まるで悪夢を見ていた気分。私もだ。できれば一生狼に追われ続けるなんて遠慮したい。俺は大丈夫だ。帝国の義勇の騎士としっかりやり合ってきた。傭兵の脳筋が羨ましいよ。ん？待て、傭兵、君元に戻ったのか。元なのかどうかわからないが、今俺はとても爽快な気分だ。まるで自分自身に戻ったような感じだな。そういえば私もそんな感じ。私も。原理は不明だが、どうやら私たちは本来の自分に戻れたようだね。え？この光は何？間違いない。先ほどの異常はこいつが仕組んだものだ。だとしたらこいつだけは絶対に許しませんよ。早めに終わらすとしようか。侵入者排除。はい、ありがとうございます。全軍に命じる。守りを固めたまえ。大丈夫。きねえ。
まだ全軍に命じる。守りを固めたまえ。私の言う通りに動いてもらうわ。全て打つと思うがままや。
私に挑みたいのは望みを叶えてやる。やっと一息ついた。俺はもう怪物を怖がるような臆病者じゃない。傭兵。あ、ごめん歌姫、そういう意味で言ったわけじゃ。ん、怖がりで悪かったわね。違うんだ、聞いてくれよ。なあ歌姫。ああ、ダメ。どうした。今助けに行くぞ歌姫。いや、いや、行くぞ。ごめん傭兵、さっきはありがとう。いや、俺の方こそ。さっきは臆病なことをバカにしたように言ってしまった。ごめんなさい。ほえー、珍しいこともあるもんですね。あの脳筋が自分から謝るなんて。盗賊、茶化すのはそのくらいにしたまえ。二人の誤解が解けたのなら前に進む。ファルサリアが待っている。どこですか。前を見ても道がありませんけど。道を間違えたのかしら。そうは思えない。あの変な部屋以外この道に分岐点はなかった。隠し扉とかないのか。よく見ろ。小説だったら大抵怪しい装置や建物には秘密の抜け道とか隠しスイッチなんかがあるんだ。確かにその通りですけど。ちょっと待って、小説だったらって本を読んだことがあるんですか。あなたに筋トレ以外に費やす時間があったなんて想像もしませんでした。俺だって本ぐらい読む。ほう、なら普段は何の本を読んでいるんだ。ブリテンの実践的剣術、力の基本トレーニング、ブリテンの英雄伝とか。最後の本が意外と真面目だと。見かけによらないものですね。おい、それはどういう意味だ。いえ、それは。ち、あっちから何か音がする。ち、四本足のゴキブリがまた来ましたか。これは何だ。これは誰かが私たちにこいつを倒せって示してるみたいですね。でもどこを見渡しても何も見当たらないわ。ならきっとそれはこのドアの向こうにいるんだ。入りたくないな。この絵の意味って、もしかしたらこいつには手を出すなって示してるのかも。その可能性もある。とにかく中に入ってみよう。ここは真っ暗ですね。どこを進んだらいいか全然わかりません。空気の流れから察するに、ここはとても広い空間のようだ。歩いてて、いきなり大きな怪物に出くわしたらどうしよう。またこのパターンか。来訪者を検出しました。認証資格を申告してください。わっ、あの大きなやつは何。さっき外で見た赤いマークのやつだ。どうすればいい。何が起きたんですか。敵対行動を検出。攻撃モードに切り替え、排除開始。攻撃が始まった。何固まってるんですか。すぐに反撃を。準備は万端です。
本気でいきますよ。逃がすか。思い切り戦わせてくれ。まだ私の言う通りに動いてもらうね。計算を間違えた。聖剣解放。早めに終わらすとしようか。しました。えいえいえい。ヘッド。全滅。気持ちを新たにしていくぞ。サボるな。宴の時間だ。いい酒だ。私の言う通りに動いてもら
ありがとうございます。全軍に命じる。守りを固めたまえ。まだ。聖剣解放。Go!
守りを固めたまえ。宴の時間だ。いい酒だ。へっ、聖剣解放。全軍に命じる。守りを固めたまえ。へっ、お貫け人気の槍。行っちゃおう。
ぞ。やっと聞こえる。あ、私は図書館であなたたちを待っている。どういう意味です？私にもわからないわ。ひとまず後にしよう。何か現れたみたいだ。何ポケットしてるんですか？追いますよ。この場所の記録も書き換えられたか。詐欺者、君は本当にどこにでもいるんですね。ヨルムンガンド、スタンバイモードに移行せよ。命令更新、スタンバイモード開始。未来は一体どこに向かうんでしょうね。まずは本でも読むとしましょう。幾多の輪廻の中で多くの高潔な者たちがこの試練のうちに迷い我を忘れていった。私は少しあの子たちを侮っていたのかもしれない。少ない能力と悪辣ともいえる根性で私が予想もしなかった結果を成し遂げている。いいわ、今回は素直にいい点数をつけてあげる。60点よ。ようやく及第点をもらえて喜んでいるの？でもこんなことは今回限り。私は今も最初の見立てが正しいと思っているわ。あの子たちは決して優秀とは言えない。あなたが期待しているような王としての資質も足りない。では総括よ。王？まだまだね。作戦準備。
気持ちを新たにしていくぞ。サボるな。冬が終わり、さあ、そしてさあ、ここで春が来る。よく見て、私が隠しそう。さあ、貫け。このまま突き刺せ。頭をぶっ飛ばす。ピュン。はい、魔獣の星明かりを。はぁ、作戦失敗。はっ、はっ、はっ、気持ちを新たにしていくぞ。サボるな。守りを固めたまえ。輝け。取るに足らんな。両断せよ。一騎当選だ。跡形もないぜ。切れ伏せ。僕のために。だって思い切り戦わせてくれ。あ、ちょっと。聖剣解放。貫け。このまま突き刺せ。宴の時間だ。いい酒だ。燃えてきた。これで消やせ。僕のために。このわらわに挑むつもり。宴の時間だ。いい酒だ。
本気でいきますよ。逃がすか。一気挑戦だ。後方もないぜ。ヘイ、うん、まだ。遊びに来たにゃん。
私に挑みたいの？はっ！私に挑みたいの？遊びに来たの？私に挑みたいの？
私に挑みたいの？諦めろね。また遊びに来たの？私に挑みたいの？私に挑みたいの？
また遊びに来たにゃん。私に挑みたいの？任せたよ。全部回復。バーキング。クリーニング。クリーンアップ。開始。私に挑みたいの？私に挑みたいの？諦めろにゃ。以上はいない。以上は。